ああ、営業取れねえな。ああ、ムカつか。どうせ会社帰ったら怒られるしな、これ。もう当たり屋でもしようかな、これ。当たり屋して保険金でもらおうかな。あの車にしたろ。ダン、行って。バタン、大丈夫か？大丈夫かじゃねえよ、じじい。どこ見て運転してんだよ。あ、社長。社長だった。社長だった。当たり屋した車から出てきたの、我が社の社長だった。嘘。そんなことある？めっちゃ運悪いやん、これ。どうしよう。あ、おう、渡君、大丈夫か？大丈夫か？お前どこ見て運転してんだ、このじじい。行ったった。行ってもうたった。ここまで来たらもう引き返されへんもん。行ってもうたるしかないもん。もうこうなったら絶対慰謝料もぎ取ったんねん。え？お前に引かれたから慰謝料払えよ、おい。渡君、どうした？今、渡君とか関係ねえから、お前に引かれたから。え、大丈夫か？え、大丈夫かじゃねえ。お前に引かれて怪我してんだよ、慰謝料払えっつってんだよ。社長とか関係ねえから。え、今わし、人が走ってくるのが見えたから、完全に停車してたよ。そうやった。俺、完全に停車してる車に思いっきり体当たりする、あの、無理がありすぎるタイプの当たり屋やったんやった。そう、初めての当たり屋やもん。そりゃそうなるわ。でも、引き下がるわけにはいかない。停車してなかっただろ？俺、怪我してんだぞ、ジジイ。いや、ドラレコあるけど見る？それあるよな。映像記録型ドライブレコーダー、通称ドラレコ。我が社の社長のお車には、ついてないわけがないもんな。どうしよう。これはもう、ピンチ以外の何者でもない。ピンチ中のピンチ。ピンチピン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 。どうしよっかな。ああ、君がぶつかってきたところ、気づいてるな。弁償だね。そうだよね。そうなるよね。これ、会社だから弁償代高いよ。そうだよね。そりゃそうだよね。ほんで君、クビだね。そうだよね。そりゃそうだよね。社長にジジイとか言ってたもん。そうだよね。ごめんね。ジジイって言ってごめんね。ほんで君、警察連れてくね。そうだよね。こんなことしたんだもんね。そりゃそうだよね。ああ、次当たり屋するときは、我が社の社長じゃない社長に当たり屋しよう。メダカ